豊田翼です。本日の名言は、進まざる者は必ず退き、退かぬ者は必ず進むということで、福沢諭吉先生の言葉を引用させていただきました。目標が見えててなかなか手が届かないみたいな、見えてるけど届かないみたいな時あると思います。めちゃくちゃ焦ると思います。けど実力っていうのは、基本の徹底を繰り返しやることによってしか磨かれません。つまり実力を磨くには、ショートカットなしです。焦らず、進んでるんだったら持っていって心のゆとりを持つことも、大切かなと思います。焦らず、努力していきましょう。それでは。